JPEG2000、JPEG2000、JPEG2000 は、静止画圧縮技術及び、同技術を用いた画像フォーマットのことである。ISO と ITU の共同組織である、ジョイントフォータグラフックエクスパーツグループにおいて、JPEG の後継として企画化された。JPEG2000 と詰めて書かずに、JPEG2000 と書くのが正式な表記である。JPEG は、処理負荷の少ないように作られていたが、 JPEG2000 では画質と圧縮率の向上を優先している。また JPEG で直面した様々な問題を抜本的に解決する試みも行われており、ISO, IEC15444 から1、2000などにおいて国際規格制定がなされている。JPEG2000 も JPEG と同様、ある画素の状態、明るさや色は、 周囲の状態との類似性が高いという画像の性質を利用して圧縮するため、一度画像を空間領域から周波数領域、波の状態に変換する。この周波数領域へ変換する手法として、JPEG では離散コサイン変換、DCT、ディスクリートコサイントランスフォームを用いたが、JPEG2000 では離散ウェーブレット変換、DWT、 ディスクリウェイブレットトランスフォームを用いる。ウェーブレットとはウェーブ、ナミレット、小さいの意の合成語であり、波速あるいは極材波と言い換えられる。ウェーブレット変換は従来の変換で使われていた全体に一様な定常波と異なり、波が部分的に存在する規定を使って変換する。さらに波のセットとしても高周波成分に、 比較的多くの波を割り当てることによって、ゆったりとした変化だけでなく急激な変化にも柔軟に対応ができる。そのため JPEG では、エッジなどの急峻な変化の周囲で発生していた、もやもやしたノイズ、モスキートノイズを防ぐことができる。DWT では、完全に周波数領域に変換するのではなく、空間領域の位置関係もある程度保ちながら変換を行うため、色や、 明るさが位置によって徐々に変化するようなグラデーションにも強い。また、JPEG では88固定であった周波数領域への変換を行う単位、この単位を JPEG ではブロック、JPEG2000 ではタイルと呼ぶのサイズを JPEG2000 では大きくできる。例えば256-256目、JPEG においてブロックの境界で生じていた段差、ブロックノイズが目立たない。 特に、ブロックサイズ、タイルサイズを画面全体とした場合には、ブロックノイズが全く生じない。これらの技術により、単に機械的な画質の指標である PSNR、ピークシグナルーノイズレシオの数値が大きく、向上しているだけでなく、その数値以上に見た目の画質、主観評価画質が改善していい。また、DCT は有限の演算精度においては非可逆。 変換であるのに対し、DWT はリフティング構成を取ることによって有限精度においても可逆な変換を行うことが可能である。JPEG2000 ではリフティング構成された DWT を採用しているため、非可逆不合化と可逆不合化を同一の不合化方式で実現可能となっている。周波数領域に変換後のデータは JPEG と同様、 量子化してからエントロピー符号化を行う。このエントロピー符号化の方式は e ブ c o t Embedded Block Coding with o p t i m i z e r ション a t i o n と呼ばれる。e ブ c o t では DWT 変換係数上に定義された区形領域であるコードブロック単位で符号化が行われる。各コードブロックはビットプレームに分解され係数ビットモデリング処理によって高々かか3つの符号化パス。 サブビットプレーンに分類される。それぞれのサブビットプレーンに属する係数ビットは、日画像圧縮方式の j a ビ i c に、ジョイントビレビルイメージグループでも利用されている MQ コーダーと呼ばれる、三述符号化器を用いて圧縮される。MQ コーダーは、マルチコンテクストの三述符号化器であり、注目係数の周囲状態に合わせて、効率よくデータ圧縮が可能である。JPEG で用いた、 ハフマン符号に比べ、算術符号は圧縮効率が高い一方、その実行には一般に乗算機を必要とするため、演算量が増加することが知られている。MQ コーダーでは、この乗算を加減算で禁止することによって、この問題を回避している。エブコットでは、MQ コーダーによって圧縮された各符号化パスを単位として、ビット切り捨て、ビットトランケーションを行う。この操作は、 各々のの不合化パスを切り捨てた場合に増加する複合画像の歪みをあらかじめ計測しておき与えられた圧縮率で最も高画質になるように切り捨てるパスをラグランジュの未定常数法などの適化手法を用いることで実現される。なお、中程度の圧縮率では JPEG においても JPEG2000 とそれほど遜色ない画質で圧縮できるが高圧縮の時には画質の差は 顕著になる。実際、JPEG では100分の1未満に圧縮した場合には、ありえない色や模様になるなどひどい劣化が生じるが、JPEG2000 では確かに画質は劣化しているものの、自然である。また、JPEG2000 では、可逆圧縮にも対応しているので、低圧縮の場合においては全く画像を劣化させることなく、圧縮が可能である。また、 JPEG2000 は単に圧縮率を高めるだけではなく、ロア・リージョンオブインタレストという技術で特定の領域、注目領域の画像を向上させる技術や電子透カしなどの著作権保護技術、端末やネットワーク状況によって適切なデータ量を転送する技術が採用されるなど非常に多機能である。発表当初は急激に普及すると思われたものの、 近年のハードディスクドライブ、光ディスクドライブ、フラッシュメモリなどのストレージの急激な価格低下、計算コストの割にはサイズが小さくならないなどの要因により普及は進んでいない。MAX ではクイックタイムの機能に基づき標準で対応しているが、Windows においては標準で対応していない。Linux などオープンソースのオペレーティングシステム OS においては、 一般的に使われる GUI ツールキットである GTK および QT が標準で対応している。ウェブ用途ではクイックタイムの機能を活用するサファリを除き他のウェブブラウザは標準で対応していないためウェブページでの使用は避けられている。他のウェブブラウザでもプラグインをインストールすれば JPEG2000 の取り扱いが可能になる。デジタルカメラ、携帯電話用途では メーカーも JPEG2000 の実装に消極的であり圧縮負荷が重く画像によって処理時間に長短が生じるため連射速度を誇れない点も採用の障害となったチップメーカーが JPEG2000 の不合化に対応したプロセッサを提供しているにもかかわらず JPEG2000 が使える機器はネットワークカメラなどの産業用途に偏っているのが現状であるこのように 2014年時点では当初の JPEG を置き換えるという目標には程遠いもののデジタルシネマ、業務用途の画像配信システム、監視カメラ、PDF ファイル内の画像フォーマットなど一般消費者の目に見えないところではすでに広く使われている。事実上 TIFF 及びモーション JPEG の置き換えという立場に落ち着いたと言える。対抗企画として マイクロソフトが開発した HD フォトをもとに標準化された JPEG-XR や Google が開発を進めている WebP がある。Adobe Photoshop は JPEG-2000 び JPEG-XR のプラグインを標準で添付している。JPEG-2000 はいくつかのパートに分かれる。それは以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。